お疲れ様でした。はい。改めて今日のレース振り返っていっていかがでしょうか。そうですね。悔しいです。はい。あ、お隣でもインタビューされてますけど、マクシム選手の実現っていうのは佐藤選手をすごい奮い立たせる要因にもなったのではないでしょうか。そうですね。彼が出てこなかったら、おそらく、なんていうんですかね、ここまで気持ちも熱くなるっていうこともなかっただろうなっていうのも感じてはいるので、彼が出てきてくれたおかげで、そのパリに向けてまた自分自身煮えたぎる炎みたいなものが体の中からどんどん出てきてるような感覚っていうのはやっぱ感じているので、そこは良かったことかなっていうふうに思います。ただ今大会ちょっと調整が難しい面もあったかと思いますけど、結構スローガンとして心は折れないようにみたいなのが好きだと思います、はい、そちらに関していかがでしたか。心は折られてはないです。ただレーサー折られちゃいました競技会前に、運送中に到着してから、レーサー折られてしまったっていうアクシデントがあって、旧型のレーサーで臨んだ試合ではあったんですけど、ちょっとそれを加味したとしても、納得いくレースではなかったかなっていう、はい、ところはあります。ただ天田聡選手もう1種目です、1本目の1500、100メートルを走っています。王者として今大会どんな戦いをしているのか見ていただけますか。100メートルに関してはそのランキング的に割と下の方にいる状態なので、まずは予選通過して、そして決勝では表彰台に上がれるようにしていきたいなっていうのはあります。で、1500m に関してはやっぱりマキシム選手もしっかり調整してきて、今回の1500、望まれると思うので、このレーサーでどこまで戦えるかは分からないですけど、しっかりと自分のベストを尽くして、金メダルを守りたいなっていうふうに思います。ありがとうございます。はい。はい。ありがとうございました。